続いてはザ行列です。定期便の空き時間を使って浴衣を海に浮かべます。東京港区の海岸沿い、竹芝ターミナル。ここに今週から行列ができている。目立つのは浴衣姿だ。勝負用たまに着るとやっぱりちょっといいですよね浴衣の行列の先には船が見えた。夜7時過ぎに出港するこの東京湾納涼船。デッキからの眺めに東京タワーが姿を現す。レインボーブリッジをくぐる際の絶景に船内が盛り上がる。橋の下からの眺めは船からしか見られない。下から見えるのがやっぱすごい綺麗で、乗船料と飲み放題で通常は2500円だが、浴衣の客には平日月から木限定なんですけども、1000円引きということで1500円で飲み放題で乗船いただけます。去年13万人中4万人が浴衣客。浴衣客の割合が増えるとともに乗船人数も増え続けている。梅雨明け以降は連日キャンセル待ちの人気だ。採算ラインギリギリでやってますけども、それでも浴衣の方がですね、何百人単位で歩いてるということを考えると、広告安に比べたら安くなってるのかなとは思います。船内にはもう一つの魅力が。それがこの個室宴会。実はこの個室、出航前は布団が敷いてある。通常はですね、伊豆諸島の方にあの船を出航しておりますので、そのお部屋になります。この船、夏は毎日伊豆諸島に向かう定期便。夕方5時半過ぎに東京に着くと、スタッフが慌ただしく乗り込み始める。布団を片付けて飲食スペースを設置。たった1時間で納涼船に変身するのだ。終了後はまた大急ぎで模様替えをし、サーフィン客などを乗せ夜11時に伊豆諸島へ出発する。間時間でこれだけの人が乗っててすごいですよね。そうです。料理と夜景がついて個室宴会は食事付きで1人およそ4000円。東京湾の停泊時間を効率的に使うので、格安の料金で提供できるのだ。今年から始めたサービスもある。降りた客が帰り道に見ていたのは浴衣割引のポスター。6月末、2人の営業マンが浜松町にいた。浴衣の街企画というプロジェクトをちょっとご紹介しに行きます。船を運航する東海汽船の担当者とぐるなびのスタッフは飲食店を訪れていた。浴衣着てきたけど満席で乗れなかったっていう方、結構毎日に何十人、浜松町で浴衣の街企画をやってますのでっていう、ちょっとこちらもそういう案内ができれば。あんまり21時以降は特にお客様減ってたので。なるほど。その時間帯に来ていただけると逆にいいなと思って。今オフィス街の浜松町は夜9時以降客が減る。納涼船後の客を取り込み、浜松町を浴衣スポットとしてブランド化する狙いだ。夏の海に浮かぶ納涼船、
華やかな浴衣が東京湾の夜を彩る。